ウィンポスター嫌なんだよな。インポスターやりたいな。インポスター難しいよね、10人の時の。10人のインポスターはやりたくない、僕は。わかるね。インポスターやりてー。じゃあインポスターしなよ。すぐバレそう。じゃあ俺、じゃあエージェントに希望しとこ。4回ぐらい押しとこ。じゃあ僕5回押そう。8、9。高木もまだまだ子供だな。ふへっ、なんだ。うわ、マジかよ。インポスター嫌なんだよな、本当に。インポスター嫌なんだよ。人数多いしな、めちゃくちゃ多いじゃん。いや、進まんな、これ。進まん。シュートなんだよ。おっと、なんで、なんでだ。おっと、俺もひよったぞ、今のは。なんで言えるんだ、ここで。早いな。チャレンジしたな。チャレンジしちゃった。え、でも、じゃあ、誰かを釣らなきゃいけなくて、何の推理もないから。このノリを3試合しとるんよ、みんな。このノリを3試合よ。いい、わかる。そうだよな、確かに。でももうこれ、俺はシュートは釣りたくないって気持ちになってるわ。ごめん、さっきのしんのすけが釣られたみたいなのがあって、あれたまたまやったけど、今回でも行くの超勇気いると思うよ。でもじゃあ誰を釣るっていう話よね。いや、でもこれみんなが本当に惜しいのかっていうせめぎ合いがあって、俺高木と俺めちゃくちゃ顔合わせたもんね。お前行くのみたいな。押さなかったらつまんないやつみたいになるのが嫌だったから。それが嫌だったから、俺もすげえ。だから俺は押しに行きました。多分でもこれ、あの妨害がないとこを見て、それに参加しなかった人を俺は今回行ってほしいなって逆に思います。はいはいはい。で、誰がいた、うん、そうくる。誰、俺、高木、しんのすけ、シュートです。がいました。じゃあそれ以外で、じゃあ適当に入れればいいこと。適当に、あのむずいな。誰がいい、一番遠かった人。うん、誰だろう、わからん。誰だ。でもそっちで決めてもらわないと僕らできんよ。だって、いや、もうじゃあおのおのも誰かに入れましょう、うん、これランダム。むずー。うわー、そっちに委ねるしかないからな、決定権がそっちにしかないから。じゃ あスキップになったらもう釣られるからね、普通に、うん、入れます。あれあれ、8-5、誰KMC とシュート。いや、押した、押した。はいはい、お手つき釣られます。やべー、ごめんなさい。だから押した。ここは穏便に見とく、うん、で、ここで一回任務妨害を挟みます。いや、任務妨害しなくていいかな。 PD パーティーぐらいかな。ピリパーティーぐらい挟んどいて、やばいよっていうイメージを。いや、どうだろうな。じゃあこれやるとき真ん中大丈夫なんだ。え、なんか今、なんか今、いや今多分殺した人後ろに逃げてった。逃げてった。いや、これバナナ解除されてから押せばよかった。いや、でもこれは僕の推理的には、その、うん、じゃあしんのすけ、しゅうとくんが釣られますなった時の悪あがきだと思うかなっていう。え、うん、悪あがきでワンチャンやった説。いやえ、だってさっきスキップ入れてるから釣られることは確定してるわけじゃん、うん、で、悪ガキで一人持ってったみたいな。なるほどね。まあでもどちらにせよ今回はもうシュート KFC 釣るしかなくて、
うん、これに関しては誰だ、バナナかけるキルイコール玉尾っていう方程式が前回謎方程式でも安内さん隣にいたよね。いないいないいない、俺めっちゃ離れてた。俺じゃない俺じゃない、俺遠くから見てた。マジであれ、これはでもそう、そんなでも確かにこれ悪質だね、このバナナイコールキルイコール玉尾くん。そんなこと言ったら多分バナナしか使わんよその人。まあでもそうやね、とりあえずしんのすけと習得の中で勝負じゃあ習得に行く。だめだ、あ俺習得に入れちゃったから。僕もじゃあ習得に入れよう。まあでもあそこで人狼もそのあれよね、リスクがあるわけだから。正直だってどっちみち2人釣られんのに1人持ってったってことは、ワンチャン本当にしんのすけの中にもいるのかなっていう。しんのすけ、いやそれは確かにしんのすけ、でもシュートはなんか白っぽいよね、このなんか僕から言ってくださいっていう感じ。しんのすけっぽいじゃん。レジェンド。いい流れなんだよな、なんやかんや。なんやかんやいい流れだよね。まあ、バナナ行くか。バナナイコール玉尾なんで行くしかないよね。バナナイコール玉尾。シンプルにバナナ入ったけん、まさかと思って。ワンチャン、ワンチャン2回目やるやつおるかなと思って。あーシンプルなやつ。うん。じゃあちょっととりあえず俺か。うん。とりあえず、とりあえず。バナ、バナ、バナナプッシュが面白すぎる。バナナプッシュが。俺を殺そうとしてるやつがいる。いや。これ、これ悪いぞ、このインポスター。でも、悪いぞ。でも、これで僕は頭ちょっと白だと思ったけどね。やっぱりあんだけバナナをプッシュするのであればね。あ、まあ、でも確かにね、これ。これでもインポスターマジ悪いな。悪質だな。悪質だね、これは。みんなちゃんと入れような。入れました、入れました。自分に入れる。え、5! びっくりした、しんのすけか。これ俺。わかんねえ。いやむずいな。しんちゃんも白でしょ、多分。白だよね。だって最後だってキル しとったもん多分。夏くんをキルしてられるべきやもん多分。いい感じないよな。なんかもう穏便に過ごしときゃなんとかなるんよね。うん。バナナプッシュ、バナナプッシュいくさ。バナナプッシュ、バナナしか使わない。すぎる。もう一回バナナ行ってやろうかな。いやバナナ使えないんだ。バナナ使いたいね。ここは永遠にバナナをやっていきたい。バナナ男は残しておきたいな。やばい死んでる。まず一回逃げよう。一旦逃げないと。バナナ男が殺されてる。死してもなおバナナになりつつ。おお、これめっちゃずっとバナナしかならないじゃん。こいつ誰だよ、この悪質なやつ。あれ、玉さん死んでる。玉を殺してる。あ、本当だ。玉尾くんじゃなかったんだ。じゃなかった、ちょっと疑ってたや。
他にいるんだな。誰ずっとバナナパック。俺はでもちなみにこれを、これは怪しいのは俺いるぞ。俺は誰、もう俺はクレイジー少女が俺怪しいと思って。なんで、いや違う、絶対そういうノリだからってやつでしょ。うん、そういうノリだからメタ、メタすぎ。でもメタすぎダメ、それはメタよくない。俺ほんとワンちゃん、ほんとタマオくんがほんとにバカでこれやってんのかなと思ったんだけど、うん、違うんだ、少子だ、ダメ。違うよ、僕じゃないってそれ、メタすぎ、よくない、そういうの。まあ、でもどちらにせよ、最終確認しよう。だから場所はどこにあったの。一回場所言っていいですか。うん、バトルパス修理工場のバスの裏ぐらいかな。じゃあこれもうね、絞れます、めっちゃ。今宵小雨、俺絶対無理、絶対無理、絶対無理。僕はフードコートにいたわ。え、でもロイストーリーなんか島の監視の方は知ってなかった。あ、最後多分3人にいたの、多分ロイストーリーだ、うん、だとしたらあれだぜ、夏春巻き、はあ、いや見てないけどな。うん、おじさんか。え、でもそれなら通報する意味もないし。最後バナナ3人いたの誰。え、僕じゃないそれ。クレイジー少女。うん、え、そうだよ、僕だよ。え、いたいたいた。え、だから僕ロイストーリーでいいと思う。ごめん、もう時間ないから入れるわ。ごめん、ロイストーリー入れちゃうわ。え、俺これ、うん、俺これロイストーリーラインじゃね、これ。え、違う、これはロイストーリーが行ったってことじゃないの。少女入れないと俺殺されちゃうから入れるよ、とりあえず。誰に入れた。あ、これバレたな。わー、枯れた。いや、だってこれやるんだぜ。だってよくよく考えてみろ、消去法だ。ちょっと、ナツくん集合しよう。俺だってもう、ナツくん集合しよう。ほら、はい、これ二人だ。よしよし。最後、バナナで終わらせてやるぜ。最後はバナナでフィニッシュといこうじゃねえか、おい。バナナ切れた。おらー、行くぞー。やばいやばい、どんどん殺さないと。やばい、夏くんどこ行った。バカバカ。よくやった。ちょっと夏くんどこ行った。夏くん、いやいやいや、俺今シンプルにやってない。え、違うよ、違うよ。俺はもう見えてる、もう俺もう無理だよ、ここからはもう。クレイジー少子ね、ロイストーリー。いや、違う違う、これ、違う、これはロイストーリーよ。うん、違う。いや、これはロイストーリーよ、これ。俺ら3人はもう、クレイジー少子に入れたよ。なんで僕だって違うって、僕じゃないって。なんでだよ、信じてくれよ。分かってんだよ。分かってんだよ。あとは、夏春秋を料理して終わりだよ。あ、まだ。ちょっと、大逆転。タマオくんに全部押し付けようとしやがって。ハハ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 。一生バナナでタマちゃんにナスにつけて。最低すぎる。めちゃくちゃ惑わされたわ。そういうことか。一生バナナだ、バナナしかない。石食いだるぞ、一人。やばい。おー、ナイス、いいね。ワンちゃん、いや、これまずいかもしれん、まずいかもしれん、これ。あー、終わりだー。あー、おもろ、おもろかった。いや、スライディング間に合わんて。面白かったな、じゃあ。いやだ、分かってるよな、ロイ君。お前だよ、死ぬのは。ナツ君、分かってますよね、これ。ロイ君、分かるよね。オッケー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 。いやだ、やめんなよ、うちのロイ。じゃあ本当に悪質だったわけだ、クレイジーショーって。バナナしかやってないだろ。ほんで何とかも最後バナナだったよな。どっちがやったんだ。やべえやつしかいねえじゃねえかよ。バナナなんだよこの試合は。いやだ。でもお前らの負けだ。
なんて答え。いやでも僕満足だからめっちゃ。面白かった。めちゃくちゃ満足。いや面白かった。いやめちゃバナナやば。庄司さんについていこうと思ったらバナナで誰が庄司さんか分かってる。もう。時間引きじゃんもう。でも僕も夏くん見失ったからね。見失ったよお前ら。バナナにやられとるやないか逆に。